では早速お話をしていきたいんですけど、始めると同時に騒音がお隣で響いてるので、もしかしたら聞きづらいところもあるかもしれないですけども、ごめんなさい。今日は疲れないで走る呼吸法っていうのをお話ししたいなと思います。私もよくランニングの指導をしている際に、口呼吸がいいんですかねとか、鼻呼吸がいいんですかねとか、どういう呼吸法が一番楽ですかっていうことを言われるんですけど、私もあんまり正直気にせずに結構走っていたことが多いです。っていうのもなんでかというと、頭であんまり考えてしまうと余計なんかこう何が正しいのかっていうのが分からなくなってしまって、普段のまあ生活で皆さん考えていただいた時に、呼吸って考えてますか？吸って吐いた方がいいのかなとか、いろいろ多分考えるとわけわかんなくなって、普段の生活では多分気にしていないと思うんですね。とは言ってもランニングの際にちょっとポイントがあって、先に言ってしまうと、なるべくしっかり吐いてあげるっていうことが大事だと思います。なんでかというと、吸って吸って吸ってってずっと吸ってしまうと、意外と肩にこう力が入ってきてしまって、余計に呼吸がしづらくなってしまったりだとかするので、そういう部分できつくなったらなるべく皆さん大きく吐いてくださいっていうことをお伝えするようにしています。で、例えば口呼吸と鼻呼吸どっちがいいのって言った時に、まあ、鼻呼吸の方がおすすめなんですけど、それは心拍数でいうと大体120以下ぐらいのゆっくり走っててちょっと余裕があるペースの時は鼻呼吸でもいいんじゃないかなと思います。あまり考えずに。ただゼーハーゼーハー言っている練習だったり大会だとした時に、考えた時に鼻呼吸だけだと多分きつくなると思います。私もよく途中でちょっと鼻呼吸にきつい時にしてみようと思ってしてみると結構きつかったりするので、心拍数で考えるとか、こうゆったりめの練習、強度を上げて走る練習って考えた時に、強度が上がった時にはぜひ口呼吸をメインでしていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。呼吸が浅くなるっていうことがないように気をつけていただくのがいいんじゃないかなと思います。なるべく深く深く吐いてあげるっていうのがポイントじゃないかなと思います。あとは普段の生活から肋骨をしっかりと動かしてあげるっていうのも大事なんじゃないかなと思います。例えば肋骨のところに手を置いていただいて、ゆっくり広げてあげて縮めていく。この動きもなるべく吸って5秒吐いて縮めるのを5秒っていう感じで、だいたい5セットぐらい、50秒から1分間ぐらい普段の生活で取り入れてあげるといいと思います。で、なんかこう感じづらいなっていう方はもう大げさにしちゃって全然いいと思います。普段の生活でこうやって大きい動きを取り入れることって多分ないと思うので、肋骨の動きを感じるってそこまでないと思うので、ちょっと大げさにやって、ただ走り出したらこうやってやりながら走ることって多分ないと思うので、慣れてきたらもう手とかも外した状態でっていう感じで、自然に膨らみ縮むっていうのをできるようになると一番効果的かなと思います。あとはもう呼吸がしやすくなるように肩甲骨周りのストレッチをしてあげたり、上半身のストレッチをなるべく重点的に入れてあげたりっていうのもすごく重要じゃないかなと思います。あとは、まあ、先ほども言いましたけど、きつくなった時に顎が自然にこう上がってくる方いると思うんですけども、一生懸命走りたくて苦しくて苦しくて、だんだん体が後傾してきてしまった時に、一緒になって顎が上がってしまうと、それはそれで呼吸もしづらくなるので、口呼吸とか鼻呼吸以前の問題でかなりきつくなっていると思います。なので走る時にはなるべく顎をこうちょっと引いてあげる。その代わり猫背になったりしないように、一緒になってこう顎を引いた同時に猫背になってしまうとギュッと力も入ってしまうので、なるべく解放してあげた状態で、この鎖骨のラインをしっかりと広げた状態で、そして顎は引くっていうのも覚えておくといいんじゃないかなと思います。
なんかいくつかやっぱり走る中でポイントはあるので、鼻呼吸口呼吸どっちがいいかなっていうのは、とにかくこう走る練習の時に皆さんがぜひちょっと試していただいて、確かに鼻呼吸をずっと行くと楽だけど、呼吸が上がった時はちょっと口呼吸も入れてあげた方がいいなっていうのを多分実感できるんじゃないかなと思うので、そのあたりはご自身のレベルとか、あと練習の内容によって変えていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。どういう呼吸の仕方があるかなって考えた時に、まあ、豆知識というか頭の隅っこに入れておいてほしいんですけど、例えば鼻でスースーハーハースースーハーハー、鼻で吸って吸ってハーハーって吐くやり方だったり、スーハースーハーのやり方だったり、あとは吸って吸って吸って吐く、吸って吸って吸って吐くっていうやり方もあると思うんですけど、私は正直あまり意識をしていないので、特にきつい練習になるともう吸ったらなるべく大きく吐くっていう、スーハースーハースーハーっていう、なんかこう早い呼吸はしないようにしています。余計に呼吸が忙しくなってしまうときつくなってしまうので、なるべく吐くことを入念にして、なるべくリラックスできるような状態にしています。なんかこうスーハースーハースーハーってやっていくと、確実に私の中では腕がもう上がってしまって力が入っている状態になってしまうので、そのあたりはスースーハーハーぐらいが一番いいのかもしれないです、もしやるとしたら。でもこれもいろんな考え方があるので、もう本当にこれが正しいっていうのはないんじゃないかなって思うので、なるべくこうご自身の中で試してみて、あ、この呼吸ならやりやすかった、じゃあこれにしてみようみたいな、決して大会直前とかにはやらない方がいいんじゃないかなと思います。最初から言ってますけど、頭で考えていると本当にわけわかんなくなって、それがすごくストレスになってしまってきつくなってしまうっていうことも全然ありえるので、ちょっとそのあたりは意識してみるといいんじゃないかなと思います。はい、本日はこう楽に走れる呼吸法っていうのをお伝えしたんですけれども、鼻呼吸口呼吸それぞれメリットデメリットまではいかないにしても、最初の方でも言いましたけど、きつくなった時には口呼吸の方が私はいいんじゃないかなと思うし、普段こうジョギング程度であれば鼻呼吸で余裕を持って走っていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。あとはやっぱり走る前の肋骨の動きストレッチだったりっていうのもすごく重要になってくるので、ちょっとそのあたりは普段の生活のところで意識していただけるのが一番いいんじゃないかなと思います。それでは皆さん、また見ていただけたらなと思います。チャンネル登録、そしていいねボタン、コメントもお待ちしております。